で、モリッパー70の進化、これをカバーに入れてソールで見せてジャークで寄せてバイトさせるっていう感じでやります。で、狙うとこはああいう足際の凹凸変化のある、まあへこんでるとこも入れるし、先端のとこも入れるしっていう感じでどんどん落としてきます。これ先端にフォールさせて、食わなかったら回収で、次へこんでるとこに落とすっていう感じで、どんどん、まあめちゃくちゃカバーっていうよりもそういうカバーのとこにどんどん落としていって、でフォールドにしてザークルやって、食わなかったら回収っていう繰り返し。だからテンポよくノーシンカーの次なんだけど、手返し早く探れる釣り方。レンズキャストしてないからその分キャスト数も増えるし、で必然といいとこいいとこどんどんと釣れるからバイトが増えるっていう。で本当にもうノーシンカーだけど、もうジグ打ちとかテキサスとかを足際にどんどん落としてって狙っていくっていうような感じでやってます。食ったよ。イモリッパー70カバーに入れて、やばいね。イモリッパー70の進化、これね、カッパリゲームで使ってる感じが、まあ基本的に足の手前に入れて、でフォールさせてジャークで、食わなかったら回収の繰り返しでやってる感じ。フォールで食わなかったらポイッチジャークしてシャッシャッシャッってやって、でまたシャッシャッってやって止めて、食わなかったら回収。まあ基本的にフォール中にもう食っちゃうか、フォールしてボトムについて次のジャークでポンって入ってラインがめちゃくちゃ走るか、どっちかだから、もうひたすらテンポよくカバー足際に落としていく感じでやってます。こういう感じ。テンポよく打ってく釣りで、このノーシンカージャークのこのフリーフォールジャークがハマるっていう状況が絶対おかっぱりゲームであるから、それをやってる感じ。もう食ったらもう永遠とラインが走るから、あとはもうどのタイミングでフッキングするか自分で決めて、で巻き合わせしつつ竿を曲げながら
合わせるとめちゃくちゃいいとこにかかる。でタックルがこれ今ダブルダッチ 68MR でミディアムパワーなんだけど、これにフロロ10ポンドの組み合わせでやってて、でまあ結構ある程度の、まあ、ちょっとしたカバーなら全然寄せれるタックルで、なおかつミディアムっていうパワーが、まあ、繊細にできてアクションもしやすくて、である程度のカバーから魚かけても寄せれるっていうタックルバランスになってます。めっちゃ走る。持ってかして、よっしゃ。イモリッパー70のシンカー、シャローカバーに出てラインがめっちゃした。イエーイ。めっちゃ持ってく。よノリッパー70ノーシンカー丸飲み。めっちゃ持ってく。
だよ。モリッパー70の進化ジャック、フォールさせてめっちゃラインがした。やばい。